はい、こんにちは。まーちゃんねるまへです。はい、今日はこちらで遊んでいきましょう。はい。ベイブレードバーストの超絶アーケース WODM とランドブースターボリューム13です。はい、2018年12月27日、本日発売の今年最後のベイブレードバーストの新商品だね。はい。超絶アーケース。そして、ランブーに関しては1人1個制限だったので、パコテイシン君が行って2個ゲットしてきました。はい。じゃあ、それぞれ開けて遊んでいく前に、お盆の5秒間。この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価。はい、じゃあ行くよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、はい、で今回のレアはこのエアナイトってやつだね。うん、だけどこれなんと色違いが入ってるわけだね。うん、はい、じゃあパパ行きます。エアナイト来てください。はいと、はい、そうだね、間違いないね。ハザードケルベースでした。はい、行こうか。じゃあ行きます。エアナイト来てください。エンペラフォーレウスレベルチップ付き。おお、本当に、うん、あ、本当だ、あらかじめ付いてる。うん、はい、じゃあそれぞれステッカー貼っていきましょう。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらが超絶アキレス WO ディメンションですね。うん、すごいね、全部新パーツだね、今回のね。うん、はい、じゃあセットしてみましょう。割と固めになってますね。うん、はい、そしてかっこいいね。いいね、めっちゃかっこいい。そしてこのディメンションドライバーなんだけど、なんとこの部分が回せます。こういう感じでくるりくるりと回して、軸先の高さがどん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 変わっていきます。うん、これが一番高い状態かな。そうだね。うん、続いてランブー13でパパが出たやつだね。ハザードキルベース4マージダッシュですね。うん、はい、じゃあこれもセットしてみましょう。うん、まあまあかな。まあまあ、ハザードケルベースのノック自体が柔らかいかな、もしかして。うん、はい、続いてエイシン君が出たのがエンペラーフォーネス13メテオサバイブルですね。うん、はい、でこれはレベルチップ付きで来ましたね。これはいいね、やったね。うん、これはダッシュじゃないね、やっぱり柔らかい。はい、こんな感じでございます。うん、はい、そして超絶アキレスにはなんとこのですね、ロングベイランチャー LR 付いてきますね。うん、ベイランチャー LR 自体が入手非常に困難なので、うん、うん、これに入ってるのはすごくいい。うん、エイシン君が最近使っているベイランチャー LR のブルーね。うん、こいつちょっと長さ比較してみようか。おお、違うね、違う、これだけ差がありますね。うん、じゃあいつものアングルでシュートしていきましょう。はい、じゃあ早速バトルしていきましょう。パパが使うのは超絶アーキレス WO ディメンションだね。うん、僕はパパが出したハザードキルベース4マージダッシュでいきます。はい、3、2、1、ゴー。さあ、パパは超絶モードになってますね。うわー、すごい強い、3、2、1、うわー、いきなりすごい激しい。わー、ちょっと足強い、強いな。もう、もうフラフラになってる。本当だね、すごい強くやったのに。いや、激しい打ち合いがあってなかなか見応えがあったけど、勝負あったな。やばい、ちょっとアキレス強すぎる。3、2、1。おお、よいしょ、強い、重い。次に僕が出たエンペラーフォーネス13メテオサバイブでいきます。はい、3、2、1。おお、早い、あれ食らった人たまりもない。でも当たらなければ意味はないんです。いや、でもまだスタミナが残ってる。超絶モードにはなってるね。青く出てるもんね。つまりバーストしないってことで。バーストしないけど、今まで いつでも当たっておりません。では僕の方もフラフラになってきた。先にスタミナが切れる戦いになってしまった。サバイブドライバー、さあ決まるか、これで。あ、決まらない、重さだな。3、2、1。よしよしよし、うわさあ、また同じ攻撃。あ、じゃあ僕はデッドです。ジェルバップデストロイヤスでいきます。そのやつね。うん、3、2、1。イエス、打ち先のベーだけど当たらないぞ。おい、よっしゃ、いけ。当たるね。残ってるバスターないけど、あ、やったー、 3、2、1。よし、うわー、ナイス。
3、2、1さあ、ファーストして何本、ファーストして何本だ、いけ、やったー。はい、じゃあ私はベー変えて超絶バルキリーゼニスエゴリューションでいきます。はい、じゃあ僕は超絶アキレスダブルオーディメンションでいきます。はい、3、2、1さあ、今までパパ超絶アキレス使って、あ、パパ、なってる、なってんね、うわ、超絶モードになったということはこれがいいんだ。うん、そうか、今までずっとヒモランチャーじゃなくて僕はあれだったから。お、お、お、いけるの、こっか、取ろうか、3、2、1よっしゃー、3、2、1今度は一番高いモード、わったー、おいー、超絶アキレス。はい、ということで今回はベイブレードバーストの超絶アキレスダブル ODM とランダムブースターボリューム3人でした。はい、ということで今日のポーズ、すごい速攻で、速攻バーストフィニッシュでございました。ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画いつもんとこん出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということでランブー13のエアナイト出なかったのでまたこれはリベンジしたいなと思います、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。超絶アキレス超強かった。